日本酒って国の名前のついたお酒なので、やっぱり日々どの場面でも現れる。例えば神事、慶長の関係だとか、どんな場面でも日本酒ってつきものなので、いろいろな場面で飲んでもらいたいっていう。伊藤酒造の設立は1958年、主要ブランド名の横笛は平家物語に登場する女性の名前です。身分の差や時のすれ違いから恋かなわずして19歳の若さで亡くなった横笛、悲しき恋物語に信仰心が深かった初代当主によって代名酒横笛が命名されました。全商品長野県産の米だけを使用、商品の中で最も辛い超辛口けじめをはじめとし、季節のラインナップも充実しています。今期も作り始まってますけれど、社員が2人、それからあと季節でお手伝いしていただく方が3人で、一応5人で、酒造りをやっています。麹米は全て手洗いをして、やる。それから特定名称の一部掛け米についてももう手洗いでやるっていうところでは、どのお酒はこのくらいでいいっていうことではなくて、同じようにみんな全力で作るっていうことが、やり方としてはそういう気持ちでやっています。それでは横笛の日本酒をいただきたいと思います。9グラセットでお使いいただいている横笛の純米酒を今日はご案内します。はい、ありがとうございます。塩の温度帯は冷やしてもいいし、ちょっとぬる燗してもいいしっていう、使いやすい純米酒だと思っています。今日は常温で提供を、させていただきます。ありがとうございます。そして今回は横笛純米酒に合う一品料理に、諏訪の名物ワカサギの唐揚げをご用意いただきました。またラベルや酒器に花を咲かせる梅の木は、亡くなった横笛がその後はウグイスとなったという物語がモチーフです。グラスでいただきます。お酒の色は透明ですごく透き通っていますね。このあたりからふんふんにお米の香りがしています。とてもふくよかな香りです。口に一番初めに含んだ時に丸みのあるようなお口当たりなんですけれども、喉越しがキリッとした感じですよね。そうですね、淡麗で辛いタイプの純米になります。すっきりと思います。いくらでもいただけそうな感じです。では次にこちらのワカサギの唐揚げもいきたいと思います。ワカサギの塩気と日本酒の味がとてもよく合いますね。全体的にはうちは淡麗なお酒が多いので、やっぱりもう少し特色を離して淡麗ですっきりしただっていうお酒だけではなく、淡麗で例えば馬口のものとか甘い辛いも含めて、もう少しバラエティなお酒を作っていきたいっていうふうに思っています。日々飲むお酒はこんなタイプのお酒、親戚家族が集まって行事をやるっていうような時にはこんなお酒、ちょっとグレードの普段飲まないような高いお酒とか、例えば飲む場面とか誰と飲むかとか、どんなものを食べながら飲むかっていうことで、いろいろなお酒がうちとしてもあるつもりなので、飲む場面、飲む人、飲む時に食べるものと何を合わせるかっていうことで、いろいろなタイプのものを選んでもらえばいいかなっていうふうに思います。人の手で丁寧に作られた横笛の日本酒、ゆっくりとご堪能ください。